仙台育英東北勢初の甲子園優勝おめでとう。所長は東北出身でしたもんね。初の快挙嬉しいですね。なんやかんや毎年折れてたからね。ちょろっとしか見てない草に若くんだけど、我が事のように喜んどくよ。育英の監督さんが勝利後おっしゃっていましたが、青春とは密である、ダブルミーニングでなかなかの名言でした。僕らが経験してきた当たり前の青春に規制をかけられた学生たちの躍動、ほんと素晴らしいですよね。そう、それだよハムくん。え、何ですか？今日の動画はその忌まわしきあのウイルスに関連した企画ってこと。なるほど、そういうことですか。それでどんな企画なんです？まあ企画と言えるほどでもないんだけど、最近脳みそひねる企画多かったでしょ。今日は某ウイルスの影響で制作延期されたアニメ作品をのんびり振り返っていこうってわけ。なるほど、そういえば最近 SAO の映画の公開延期が発表されていましたよね。ここ2年間でかなりの良作が生まれましたから、皆さんも一緒にノスタルジーを感じていきましょう。それじゃあ世間が奴を認識始めた2020年3月4月のニュースから見ていこうか。映画もちょいちょい混じっているけど、その辺は曖昧でいきますと。どう？何か思い入れのある作品ある？そうですね、個人的にちょうど再熱していた時期だったので、リゼロ2期は残念だった記憶がありますね。腹いせにラノベ全巻買って先に読んじゃいましたもん。ナロー系の帝王は相変わらずの面白さだったよね。メモ推しからベアコ、ラノ推しに変わった人もいるんじゃないかな。3期作られるのが気になりますが、プリセラ編も鳥肌もんの名シーンが用意されているので早く見たいですね。そうなんだ。それでリゼロ関連で他のラノベ原作を見ていくと、俺がいる3期、映画バイオレットエヴァーガーデンがそれぞれ4月から7月、9月に延期と。いや、どちらも良かったですよね。結果に満足していない方もいるかもしれませんが、なんやかんや高校生の頃から追ってきた俺がエルが完結し、アニメでとんでもない衝撃を受けたバイオレットエヴァーガーデンが満を持して映画化。相変わらずの強アニクオリティを見せてくれました。質感の違いはあれども、お互い素晴らしい作画だったよな。ガハマをまたアニメで見たいよ僕は。見逃してましたけど、 SAO4 期も延期してたんですね。見始めたのがちょうど1年前で、一気見勢なんですけど、リアタイでワーオブアンダーワールドを見てた人たちって1週間どんな気持ちで過ごしてたんでしょうね。いやー、延期もきつかったけど、始まったら始まったで続きが気になりすぎて毎週しんどかったよ。ガチでアニメ史に残る名作。ハンノ君はどのシリーズが好き？そうですね、教養として見始めたので最初はあまり刺さらなかったんですけど、フェアリーダンス、ファントムバレットのあたりからちょっとこの作品のヒロイン他とは格が違うぞって思い始めて、アリシゼーション見てた時にはもうこの世界の虜になっていましたよね。4期までたどり着いた時、面白すぎて夕方から次の日の昼まで一気見して体調壊したのはいい思い出です。なんやかんや一気見が一番楽しいよね。人にもよるかもだけど、 SAO は見れば見るほど面白さが増す作品だと思うので、延期はしちゃったけど見始めたり見直すいい機会なんじゃないかな。長いので覚悟は必要ですけどね。この表を見てるとクールの途中で延期になる作品もあったんですね。うん、放課後堤防日誌にとある科学のレールガン T、 互いにクール途中の4月に延期になっちゃったと。堤防日誌懐かしいですね。もっと前にやってた印象ですけど、2年前ですか。結構話題になっていましたし、来年あたり2期が来てもおかしくないですよね。ウォークアウトアニメとしてかなり良かったんだよな。それでレールガン3期、この延期はきつかったのを覚えてるな。僕は後からハマったのでこの弊害を避けられたわけですけど、13話ですよね。木原の暗員役で異形に変えられた美琴と上条ソギータとのタッグマッチに、三崎千と木原の直接対決って、レールガン史上最も熱く緊張感のあったバトルシーンじゃないですか。アニメ勢息してたんですかねこの時。いやー、それはもうしんどかったよ。美琴が心配で心配で生きた心地がしなかった。言うと大げさだけどさ、この時はウイルス恨んだよねさすがに。調べてみたら、延期分の内容企画としてキャスト、視聴者が選ぶレールガンの傑作選ってのがあったみたいで、それ見たかったなと思います。所長は一つ選ぶなら何かありますか？パッと浮かんだのは2期最終回のエターナルパーティーだけど、上条さんが超かっこいい回も入れたいしな。てかこの特番見れてない。なるほど、僕は2期の春上さんが引っ越す回にしときますかね。ボロボロ泣けるんで。それで他に大きな作品で言うと、新映画も同じタイミングで延期が発表されたんですよね。元が6月で、なんやかんや翌年3月に公開されたからだいぶ待ったのを覚えているけど、それよりも公開されてから1年半近く経っていることの方が驚きだよ。婚姻屋のごとしが過ぎる。エヴァといえば、先日冬月構造役の清川元さんがお亡くなりになりましたよね。うん、エヴァを終わらせてくれたこと、そしてこれまでのご活躍に感謝しかないよ。去年エヴァ声優がオールナイトニッポンに出演した時、初めてちゃんと清川さんの地声聞いたんだけどさ、声から人生の深みみたいなのすごく感じたんだよね。
声だけで彼が歩んできた人生の喜びや苦労が伝わってきたというか、声優という仕事の凄さを改めて知れたのを強く覚えている。また一人惜しい人を亡くしてしまいましたが、彼が命を与えたキャラと作品は永遠に残りますから、本当にこれまでご苦労様でした。ご冥福をお祈りいたします。さて、お次は5月6月に延期が発表された作品を見ていこうかな。五等分日記とかこの時期言われてたんだっけ。散々ネタにされてきたとは思いますが、ほんと制作会社変わってよかったですよね。失礼ですけど、あのレベルの作品がアニメで壊されるのは見てられませんから。確かにそうだね。でもな、正直映画じゃなくて3期見たかったな。もちろん出来は素晴らしかった。でも原作勢だからどうしてもカットされたシーンが気になっちゃったというか、スークールでじっくり見たかったんだよな。細部にこそ神は宿るですか。僕も原作読んでいましたが、確かに映画では名シーンが次々と押し寄せてくる分、ちょっとあっさり描かれた感は否めませんでしたよね。文化祭編以降は連載で読むのが一番適していたのかもしれません。それで他というと、昼前も延期されていたんですね。興味本位で見たら結構ハマりましたもんね。なんか意外。でも確かにオープニングかっこよかったもんな。何かのアニソンアワードでノミネートもされてた気がする。特段詳しいわけでもありませんが、ラップとしてのクオリティはかなり高かったと思いますね。キャラも多くて推しを作りやすいという最近のエンタメのトレンドを抑えたいいコンテンツですよ、ヒプマイは。そうだね。あとは日暮らし5も入るんだね。あれ20年か。去年卒が放送されていましたから、さすがに最近って感じはしますけど、いやはや5はともかく卒にはびっくりしましたね。作画が今風になったのは良かったし、声優さんの演技も変わらぬ良さがあったんだけどさ、やっちゃったよな最後の最後で。はい、卒の終盤、考察勢がこぞってブチ切れていたの懐かしいですね。詳しくは言いませんが、まあ古くなったパチンコの演出をすり替えるための作品だったと割り切ってます。最後に2を流しとけばいいってもんじゃないぜ。ってことで他は断末3期と天スラ2期も延期されたと。断末この時期だったんですね。今4期やっていますから、結構早いペースで続編作られていますね。断末も原作読むか迷ってるんだよね。噂ではどんどん激アツ展開になっていくらしいし、まあとりあえずは4期を楽しもうとは思うんだけど。それで雲ですがに、恨みちお兄さんも延期。恨みちお兄さん序盤好きでした。そうだね。なんか最近神谷さん足りてない気がするんだよな。それで6月以降と言いますと、もうそこまでないんだね。この年の年末といえば無限列車がとんでもないことになっていたのでだけど、社会現象ってああいうことを言うんでしょうね。刀鍛冶の里編楽しみです。そうね。それで時は2021年になるわけだけど、さすがにもうこの辺になると延期分のズレも各々調整されて、こういったニュースは聞かなくなったよね。そうですね。アニメだと無職転生まげえ子くらいで、あとは映画ばっかですね。そして現在に至るというわけでエンディング。はい、ということで今日は某ウイルスのせいで延期したアニメを振り返ってきたわけだけど、どうでした？そうですね、やっぱ自粛夫婦で引きこもりに拍車がかかっていましたからね。アニメばっか見ていた分、思ったより懐かしいと感じる作品がほとんどでした。ねえ、もう2022年も折り返しているんだから時間早いな。でも今見ても充実したラインナップだよね、ほんと。そうですね、見直したくなる作品ばかりです。それにこういう状況で公開が遅れていても、ものすごいクオリティで作品を提供する方々への感謝みたいなものを改めて感じられたので、今期も終盤に差し掛かる頃ですが、彼らへのリスペクトを忘れずに楽しんでいきたいですね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。当チャンネルではアニメをより楽しむ情報、企画を発信しております。チャンネルページのプレイリストから好みの作品についての動画も見てもらえると嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。それでは。